仏教について、全然いいよ。だから俺今川さんとは付き合い古くて、全然仏教 やろうよって言ってんだけど、なんか LINE が嫌だって言われて、俺 LINE 以外ではあの対談やってないからっていうことで、それで話が流れたんだよ。売名？何？どうしたの？売名って。スカイプはやってないっすね、僕は。スカイプあんま好きじゃないんだよ、音質悪いから。スカイプはあんまやる気になんないっす、僕自身。お疲れー、運営さんいらっしゃい、楽しんでてー、お疲れー。でもあれだぜ、仏教って別に対談して話すようなことじゃないと思うけど。いや全然、だから LINE さえ LINE でよければ俺はコラボするよ。俺は全然誰からの LINE も断らないから。全然いいよ。ただ LINE 嫌なんだって。パソコンでも全然今 LINE できるんだけどね。アカウント持ってないのかな。釈迦というバカタレが大好きだそうで、釈迦バカタレだと俺は思わないけど、石野やってるよ、前から。石野ふわっちやってますよ。もう2週間ぐらい経つね。たださ、俺今川の嫌なところって、その、俺の閲覧が多い時にはすり寄ってくるけど、ちょっとなんか調子に乗って閲覧下がってる時とかあるじゃん。そうすると態度でかくなるから、なんか閲覧人数によって態度変える人あんま好きじゃないんだよね、俺。この前もなんかすげえオラ疲れて、かそってる時に。で、閲覧増えてきたらペコ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 されるから、あんまり人としてあんま尊敬してないかな。今川苦手ですね。おい、トライパーティーいらっしゃい。ただいま帰ってきたよ。そういうことがあったから俺はあんまり信用してないかな、今川杉作さんを。なんか、ああこの人って外見とか数字とかで人を判断する人、要は売名したいんだなっていう人だと思ってるから、そこに対して謝罪も一回もないし、俺はあんまり好きじゃないですね、そういうところ。そういう人間があんま好きじゃない。そういうのを功利主義者って言うんだけど、功利主義とスピリチュアルって全然違うジャンルだからね。あ、この人は功利主義者なんだなと思って。いや、あるよ。全然あるよ。俺、あの、全然オラ疲れたことあるからね。はい、ワード2。おい、カエルさん、バガありがとう。バガありがとう。バガありがとう。バガ10個ありがとう。ありがとう、いつも、カエルさん。あるよ。だから今川がないって思ってるだけで、俺はあるから。やられた方はね、あの、覚えてるよ。やった方はね、気づかないだけだよ。結局、数字によって、こう、コロコロ態度を変えるっていうのは、俺はあんま好きじゃないです。正直。俺は明確に覚えてるから。厳しい世界ですよ。予算枠終了。お、59分で切った。リスワン確定、おめでとうございます。リスワン、セキシンゴ取れなかった、もしかして。セキシンゴ取れなかったっしょ。おい、モグさん、風船45個ありがとう。
これあれだな、春日殺しだな、多分。関慎吾殺しだろうね、おそらく。予算来て変わった。あ、俺が解説しようとしてんのは、予算が来るっていうことを予言してたじゃないですか。で、ふわっちがどう変わっていくのか。要は、予算がどうのこうのっていう話をする気はないんですよ。そうじゃなくて、ふわっちに予算が来たっていう現象が何なのかっていうのをみんなに解説しようかなと思ってるんだけど、それでよかったら話そうと思うんだけど、どうかな？みんな的にはそこにニーズあるのかな？聞いてみたいか。なんかね、2ヶ月ぐらい前から予算は必ず来るって予言をしてたの。で、タイミングもぴしゃりだったし、予算が来るっていうことがどういうことなのかっていうのをね、あんまり把握してる人がいないから、これね、ふわっちが完成したんですよ。簡単に言うと、ふわっちが完成しました。今日、この日に。まあ、昨日か一昨日来たらしいんだけど、予算が来るっていうことは完成形です。つまり、これどういうことかっていうと、キャスもニコ生も終わったってこと。キャスもニコ生、要はね、予算が来るっていうのは、閲覧は俺は2、3000来るっていうのは予想してたの。金杯さん超えるっていうのは。で、横山みどりは来ないにしろ、ニコ生、キングオブニコ生みたいな人が来た時終わるよって言ってたの。で、その前段階に、コトカが来たりとか、川崎洋平が来たりとか、あと、稲子が来たり、ノエルが来たりっていう前兆があったのよ。で、これを予算が逃すはずがないっていうのが俺の考え方だったのよ。予算がこんなに稼げるサイトで、ね、お金大好きな予算が、ここを嗅ぎつけられないわけないの。ただ、ニコ生やってたからわかるんだけど、ふわっちのイメージっていうのが、要はツイキャスの逃げ場だったりとか、金を稼ぎたい人たちだけが集まってると思ってたのよ。要は昔の半年前ぐらいの情報でとどまってたはずなんだけど、なんで予算が来たら強いかっていうと、来たら閲覧も稼げるし、荒れないし、お金稼げるしっていう実態をわかることができるのよ。あれ？予想と全然違うじゃんって、このサイトいいじゃんっていう。で、はっきり言って予算が2日連続やったってどういうことかっていうと、ニコ生よりいいじゃんっていう判断なの。予算すごいよ。予算はもうだって、今何人いた？2500人ぐらいいたでしょ、アクティブ。金杯さん超えたでしょ。つまり、ふわっちのナンバーワンが金杯さんと入れ替わったんだよ。今、この状態っていうのは。で、深夜の枠ってかそるのみんな知ってるじゃん。深夜の枠ってふわっちかそるのよ。で、これでもう深夜も朝方も昼間も全部がえぐい閲覧でしょ？だから、ふわっちは完成ですよ、これで。言った通りだったでしょ？で、ふわっちは、これから予算とかをどう囲い込むかになるのよ。今度は。もうね、取れるところ取れに来てるんだよ、今。俺は、ふわっちやっぱ、正しかったなって思う。で、こっから先の予言すごいからね。さらに先、未来の話するよ。これ予言通りになるけど、話していい？もう全部当てたでしょ。ビタビタに。誰が来るとかどうなるとか。ね、俺は2年以内にふわっちはキャス超えるって言ってるんだけど、今からえぐい状況来るよ。えぐい状況。あ、その話関連してる。グッジョブさん。何が関連してるかっていうと、予算が来たでしょ？コトカとかいろんな大手生主来たでしょ？ふわっち今から始めても遅いよってこと。要は、今までが、予算が来るまでがチャンスだったの。だけど、これから大手がバン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 ふわっちをやり出すから、どういう現象が起こるかっていうと、閲覧取られまくるの、ずーっと。カソナマン氏が、新人がふわっちからの新人でバンって上がった人いっぱいいるじゃん。リナネコとかさ、こっからはもう上がってこれない。要はこっからはもう争奪戦なの。要はこれ、予算とかこの人たちが来る前に気づいておかないといけなかったの。200とか閲覧300とかを作っておかないとダメだったんだけど、今から予算が来たんなら俺もやろうって言ってるのとかは、もう、新しい新人は出ない。新しい新人はもう出ないっすよ。それ、考えてた方がいいっすよ。僕はそう思います。予算楽しそうに配信してないから、やっぱニコ生かな、予算。いや、まだ分かってないだけ。もう2、3日続けたら気づくから。またディスしすぎて、多分ね、その文化を持ってくるのは予算だと俺も思ってる。だから、ディスりすぎてバンになるっていう新しい基準を作るのは予算だよ。今ほら、ルールがガバガバだから、ふわっちは。だからね、新しいバン基準作るっていうのは俺もね、同じ予想してます。あんこ玉さん正解です。ルールがどん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 。だからね、ここね、フロンティアなんですよ。もう簡単に言うと。未開の地。だから、前回の、鮫島さんの逮捕の時、金杯さんとの絡みの時に新しいルールができて、ちょっときつくなったでしょ、バン基準が。ああいうようにね、どん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 ね、配信の基準がね、新しいルールが出てくると思うよ、俺は。
新しいルールがどんどん明確化していきますよ。ふわっち運営から誘われてたみたいだしね。ふわっちの運営はそこはすごくて、あのね、配信者に DM 送りまくってんの。この配信、うちの配信サイトでやりませんかって稼げますよって言って、広告をやってるんですよ。そこがね、偉いところだなと思って、俺はふわっちの信用できるところはそこですね。あ、このサイトすごいなっていうか、頑張ってるなっていうか。俺、ふわっちのそういう、なんつうんだろう、ニコ生とかツイキャスみたいに、殿様感情なところじゃなくて、ベンチャースピリットがあるところが結構好き。最速版記録はまあ作るだろうね、多分。それはね、作ると思うよ。よっさん競馬放送して予想的中したら、相当すごいこと起こると思う。あのさ、俺気になってるんだけど、よっさんが来たのってニコ生がバンになったの？ニコ生のチャンネルがバンになったのって本当？ CR7 さん、俺はウェルカムっすね。むしろ待ってたの。ずーっと来い来いって言ってたの。これもう本当に俺としてはチャンスだと思ってる。あ、そうなんだ。え、なんでバンになったの？チャンネル剥奪？なんで？なんでなんで？剥奪？小原さんいらっしゃい。僕ここでやってますよ。チャンネル飛んだ。あ、じゃあもうニコ生に帰る理由ないよ。もう確定です、これ。ふわっちいつくよ。今川君とはどういう関係なんですか？昔からの俺のリスナーだね、今川さんは。え、何やってチャンネル飛んだの？嘘。え、よっさんのチャンネルが飛ぶっていうことは、コトカとかも飛ぶんじゃないの？なんでバンになったの？何をしたの？すげえな。チャンネルバンってよっぽどでしょ。女性生主をディスっただけ。ああ、なるほどね。今川さんとはリスナーですよ。ずっと古いリスナー。ずっと見ててくれてんの。会ったこともないですね。はい、Q 太郎ワード2、楽しんでください。金梅さんとか全部飛んだ。あー、それはもう確定でしょ。ニコ生やらないよ。累計バンってやつか。あ、でも時期的にそうだね。累計バン来てもおかしくないね。あ、でもね、もうよっさんはニコ生に戻る理由ないと思うよ。累積か。そうそう、ニコ生累積があるからね。だから、みどりさんに優しすぎるんだよ、あそこは。ネクさんこんばんは。連続バン、負け犬を恫喝でとどめ。あー、なるほどね。ことか連呼うざい。あのさ、もうのんたんがうざい、俺からすると。はっきり言うけど、俺別にことかのことは今連呼してないし、今の例えの中でことかの名前出るでしょ、普通に。ことか言ってないから。あのね、のんたんうざい、はっきり言うけど。よっさん、ふわっち番怖いから、キャスタニコ生ディスり配信してふわっちで集金したいらしいんじゃない？まあ、何でもいいと思うよ。彼がそのリスナーをバーって引っ張ってきたのは事実だし、結果を見せつけたわけじゃん。あ、こんだけあるんだっていう。よっさん社長だからね。おはようさんの社長が番組初だ。だってそんなん社員食えないでしょ。ビジネスモデル崩壊してるじゃん。運営に嫌われてるからね。そこはまあしょうがないでしょ。森も、緑をひいきしやがって夏の叫んでた。まあ、完全にひいきしてるからね。多分ね、夏のがひいきしてるんじゃなくて、ニコ生の運営の、要は番基準とかのローカルの人たちにファンがいるんだと思うよ。みどりさんは。そんなね、トップの判断じゃないよ。現場サイドで仲間がいっぱいいんだよ、みどりさんは。だからもうそういうところがダメなんだよ、会社として、ニコ生は。要はひいきしたら絶対ダメじゃん。ありえねえよ。お、贅沢ビート久しぶり。ね、確定申告って平日だけ？確定申告俺まだやってないんだよね。あと3日なんだけど。後から確定申告ってできるの？これさ、3月の15に間に合わなくてもできる？アウト？平日できたっけ？平日しか残ってねえのか。ちょっとやばいんだよね。あずしさんこんばんは。えみちゃん風船ありがとう。バガーありがとう、あずしさん。できる？確定申告提出するだけ？振込申告？振替申告？それってさ、どうやってやればいいのかな？ちょっと15日までにちょっと間に合わなそうなんだよね。あんこだまさん、風船ありがとう。え、それ手続きなんかいるの？間に合いませんでしたみたいなやつ。
どうしようとか思ってて。面倒さんがドルさんと連絡つかないって言ったけど、和道さん連絡取れましたか？え、バリバリ取れてますね。おー、ジャグ軍団、ジャグ、上杯軍団さんいらっしゃい。ネットでやろうかな。何もいらない？何？その、現場に行けばいいだけ。白紙で出して、修正申告という技。さあ、なんとかなるのか。ちょっと、遅れるかもしんないわ、申告。ネットでやるっていうのも手だよね。土日もやってたけど、よくよく考えたら15日までだから、確定申告が。もう日付がないんだよね。やべえと思って。俺、月末までだと思ってたんだよ、3月の。やべえと思って。YouTube 見てて、確定申告15日までって言ってたから。ネットでやるのは e-tax ないと。e-tax 登録してたかな？ちょっとわかんない。でも大丈夫は大丈夫なの。例えば、16日になって、あ、やべえと思って、その、税務署に行って、実は、確定申告し忘れたんですけど、できますかって言って対応してくれんの。大丈夫なのかな？郵送なら15日。郵送ではないんだよね。まあ、郵送はやらない。めんどくさいから。現場に行きたい。現場に行ってやるか、確定申告。全く問題ない。あ、オッケーオッケー、ありがとう。助かるわ。新しいフォロワーさん、田辺めめんとともきさん、フォローありがとう。俺は会計事務所に任せてるな、確定申告。あ、そうなんだ。俺は全然もう金、雇う金とかないから、自分でやるしかない。5年遅れても確定申告はできる。逆に言うと5年許してくれない。なるほど。オッケーオッケー、サンキュー。大丈夫かな？税務処理っていうか、ちょっと、昼間働いてるから、その、無理なんだよね、ちょっと。所得税が多く取られる可能性あるけど、申告した後に修正で戻ってくる。あ、なるほど。OK です。わかりました。ありがとう、教えてくれて。いや、万々歳だよ。よっさん、ウェルカムだよ、本当に。よっさん、大歓迎です、僕は。ふわっちがどんどん強くなっていく。本当に嬉しい。よっさんが来たのはでかいよ、マジで。面白くなってくるぜ、これから。これから伸びますよ。っていうのも、何がいいかっていうと、よっさんが2000人ぐらいの新規のリスナーバッて取り込んだわけじゃん。ニコ生から持ってきたわけじゃん。その人たちが、あ、なんだよ、関信吾もやってるじゃんとか、新八やってる、金杯やってるって言って、ループするんだよ。これが一番でかいの。ああいう大手が来ることのメリットって。要は、俺らみたいな弱小配信者とか中堅配信者にチャンスが来るんだよ。これはでかいですよ。本当にありがたい。俺らがね、次のステージ行くにはね、でかい人がどんどん来ないとダメだからね。だから、サイト自体がでかくならないと、配信者もでかくなれないんですよ。で、でかくなればなるほど、チャンスは来るからね。まあ、だからって言って稼げるわけじゃないんだけど、チャンス拾ったやつは稼げるわけじゃん。ね、予算がやってない間、どこかしらの放送を見てるわけだから、みんな。これはでかいっすよ。エセアカにはチャンス。エセアカが今、迷走してるからな。どうなんだろうね。エセアカはどうなんだろう。どういうふうに割り切ってるんだろう。もう人増やす気ないんじゃないかな。俺はまだまだたくさんのリスナーさんにフォローしてもらいたいと思ってるから、頑張ってるけどね。ニコ生の人が増えるだろうね。だから、ちょっとノリがね、やりづらくなると思うよ、しばらく。そのふわっちのリスナーが頑張らないと、ニコ生のノリみたいなのが出てくるから。バタフライテール、ありがとう、アイテム。もう寝るので挨拶だけ、ありがとね。その流れで、あ、そうなんだ、ドクトルさん。ドカ X はでも来てなくないかな。俺としてはすごいありがたいし、よっさんに活躍してもらいたいっていうのが正直なところだね。ニコ生にムカついてるからとか、そういう浅いところはいいんだよ。来るきっかけが必要だったの。で、俺はニコ生がバンかなんか絶対あるって3ヶ月以内にっていうのが読みだったの。で、俺がよっさんだったら、ニコ生のバンになって金稼がないといけないから、絶対ふわっちしか選択肢がないんだよ。アフリカ TV 行くかちょっと迷ったけど、今このアイラが700万稼いだ流れからすると、予算はここ見逃さないと思ってた。ガタイ良くなった？ガタイ良くなったかな？良くなった？そう。今こんな感じで。あ、どっかちょっとやってやめたの、もったいないよ。
ニコ生の人はね、結果が出なかったらすぐやめちゃってるのもったいない。予算はどんなに稼げても25万しか会社からもらえないみたいだから、25万サクッと稼いでニコ生やるかもね。ていうかね、それね、会社っていうかオーナーさんとのやり方が、キャッシュフローがね、おかしいんだよ。だから、その辺はね、予算の才能を潰すことになるから、俺は契約切った方がいいと思うよ。いや、合う合わないじゃなくてね、合わせていくのが配信者なんだよ。要はリスナーの流れ、要はね、ニコ生からキャスに行った時の流れで、石川紀之ですら配信スタイル変えたんだよ。金梅さんも配信スタイル変えた、桃襟も変えた、新やっちょも変えた、ミズニアンなんか変えてうまくいったでしょ。要は変わらないやつっていうのは取り残されるんだよ。今のニコ生の現状見てみなよ。川崎洋平とかも見られないよ。サノッチとか、ワンワンとか。無理だよ。要は柔軟性、その時の時代時代とかリスナーに沿っていかないとダメだと俺は思う。だってふわっちがなくなる可能性もあるんだもん。その時じゃあ YouTube ライブやるって言った時に YouTube ライブのお客さんに寄り添っていかないとダメだと思う。水にはうまかったね。役員報酬25万でわずっと勤めてるだけ。残りを自分の会社の内部留保にしてるっぽい。税金めっちゃ安くなるやつ。でもね、25万でとどめてるっていうのはね、予算のスタイルに合ってないと俺は思う。内部留保は正しいやり方なんだけど。そうだね。上半身も結構太くなってるね。ただ、まあ、デブっていうのもあるけど。関よしえさんありがとうございます。頑張ります。関よしえさんありがとうございます。会社経営だとしたら予算に50万ほど入れてないと成り立たないぞ。すっさん赤字だな。まあ、その辺のことはさ、予算とその会社の経営者の話だから、俺らが口出す問題じゃないと思うけど、俺が経営者だったらパーセンテージのやり取りにすると思う。うまく会社に内部留保させる。会社のね、社長じゃなくて、株主かどうかなんですよ。一番重要なのが。役員報酬っていう手もあるんだけど、会社の権限を持ってないと、会社に何か起こった時っていうのが、結局、決済できるのってオーナーだから。だからその株式会社の仕組みをね、知ってないと意味がないと思う。物だらけなので気になる。まあ、あれも売りだからね。まちゃんいらっしゃい、こんばんは。楽しんでて。石川もコルコルも速攻でやめたじゃん、ふわっち。あ、青優さんが言ってる時ね、その時のタイミングと、ふわっちの流れってすごい早いんですよ。今と2ヶ月前って全然状況が変わってるの。ふわっちのね、成長スピードが早すぎてね、多分ね、それね、3ヶ月ぐらい前とか4ヶ月ぐらい前の情報だと思うよ。もっと前かもしんない。結構古い情報だと思う。今ね、ちゃんと人いますよ。おい、贅沢、おお、どうした、贅沢人。宝石ありがとう。どうした、どうした、スタイル変えた？お、アイテムはやらないっつったのに。ありがとう。嬉しいよ、正直。ありがとう。いや、なんか感動したわ。贅沢人さん、金持ちなんだけど、アイテムは嫌いだから嫌だわっつってたの。だから支援の形は別の形でやりたいっつってたんだけど、なんか今嬉しかったね。心通ったわ。ありがとう。会社に利益残すと法人税払って損じゃない。まあね、脱税っていうかね、その節税のスキームに関してはね、みんなが言ってる方が正しいよ。試しにやってみた。あ、嬉しいよ。正直嬉しいわ。この金、生き金ですよ。僕にとっては。本当ありがとう。新しいフォロワーさん、ますますさんフォローありがとう。みんなでふわっち盛り上げてこうぜ。本当に。このサイト盛り上げていくのは俺ら次第だよ。ありがとうございます。パチパチありがとう。いや、贅沢人も結構古いリスナーさんだからね。付き合い長いっすよ。ああ、拍手ありがとう。贅沢人さんに拍手ありがとう。面白くなるね。でも、これで、あれですよ。コマは揃ったから。本当に、あとはね、もう配信者は、あれだよ、戦国時代だよ。こっから先は、厳しい世界が待ってますよ。俺はありがたいことにね、ふわっちで、ある程度認められて、本当にこのサイト来てよかったなと思ってるけど。新規で参入してくるやつら、要は勘の鈍かったやつらいるじゃん。何、ふわっちでんけ、あれだろうとか言ってたやつらは、みんな苦労すると思う。閲覧も取れない、金も得られない。だから早めにね、ここ半年間ぐらいでふわっちについた生主はほんとセンスあると思うよ。
で、ふわっちで結果が出なかったら、もうどこ行っても結果出ないと思う。だからプレゼントありがとう、メダカさん。ありがとう。おーい、青字いらっしゃい。やっぱりすごいんだね、よっさん。いや、結果で出るでしょ。だから、俺がよっさんっていうキーワードっていうのは、もうよっさんしか来る当てがなかったの。横山みどり絶対来ない。野田総理は向いてないから来ない。で、ねるさんは、まあ、チャンネルやるだろうなとか、いろんな計算をして、今、ニコ生でいる、キングオブニコ生みたいな人たちを。で、一番実力があって来る可能性が高いのは、俺はよっさんだって思ってたの。で、案の定よっさん来た。結果、流れが大きく変わった。で、こっから本当にふわっちが変わるんだよ。みんな、これ覚えといて。和道言ってた通りって絶対なるから。ふわっちがこっから爆伸びするから。爆伸びします。アベマにチャンネル持ってるから、ふわっちメインか不明だけど、そこはね、多分やってるからわかるんだよ。やってるからわかるの。ふわっちは何がいいかっていうとね、これまずチャンネルの方で課金があるじゃんっていう話。ニコ生のチャンネルとどっち、まあチャンネルなくなったからあれなんだけど、チャンネルっていうのはリスナーさんが先にお金を払うんですよ。最初に入会、見る時点でお金払うの。で、見た時につまんなかったら文句を言うっていう仕組みなの。で、ふわっちっていうのは誰でも見ることができると。でしょ？みんな見ることができるじゃん。で、何がいいかっていうと、面白かった時だけお金を払うんですよ。だからクレームが起こらないの。嫌われることがないの。これが大きい。これ本当に大きい。やっぱりこれからの配信の稼ぎは投げ銭ですかね。俺は投げ銭だと思ってたんだけど、実はね、YouTube が投げ銭やめたんですよ。2月末で。YouTube って 97% 取り分だったんだけど。おー、パフェありがとう。花チョコさんパフェありがとうございます。あのね、変わる。YouTube は 97% 俺らが取り分だったのね。で、3%とか2%とかが手数料取られてたから、YouTube すげえなーと思ってたんだけど、YouTube が辞めたっていうことはね、なんかあるんだよ。そこ俺気になって調べてるところなんだよね。で、新しい仕組みを作るって YouTube の公式では発表してんの。だからね、YouTube の動きっていうのが結構キーになってくると思う。なんでかっていうと、あいつら最先端のマーケティングをバリバリ仕込んでくるから、考えてるんだよ。頭いいんだよ。俺らよりはるか。IT のことを熟知してるトップにいる奴らがやってるわけだから。初見さんいらっしゃい。和道です。カンタさんありがとう。コメント。もし面白かったらフォローしてください。よろしくお願いします。配信歴3年半ぐらいかな。雑談配信者です、僕は。よいしょ。新しいフォロワーさん。イダさん、メダカさん、テニスさん、黒雪さん、ますますさんフォローありがとう。ありがとう。よっさんからだね。このフォロワーさん。YouTube やめたんだよ。気になるでしょ？なんかね、でかい動きがあるんだよね。でも YouTube のことだから解約はしないはずなんだよ。なんかね、多分ね、税金のスキームとかなんかでね、ダメなんだと思う。なんか買ったらついてきたものいらねえ。ありがとう。パフェありがとう。贅沢みとさん。黒雪さんありがとう。バーガー。簡単さん、バーガーありがとうございます。アドセンス持ってなくても投げ銭できるようにするとか聞いたんですけどね。配信者たちが。多分ね、俺は逆だと思ってるんだよね。あのね、Google Payment っていうのに投げ銭システムがあったんですよ。もともと。で、Google Payment って何かっていうと、Android の携帯で、Android の携帯でアプリで課金するじゃん。あの時に使うシステムが Google Payment っていう仕組みだったの。で、配信者からの投げ銭システムってアドセンスを経由するんじゃなくて、そこを経由してやり取りしてたんだけど、多分ね、ペイメントの仕組み使うのがおかしいなって思ったんだと思うよ。正直見づらかった。鉄馬さんいらっしゃい。こんばんは。楽しんでってください。流れが来てるね。これからね、YouTuber よりもね、いいじゃんってなるの配信者だからね。本当に。予言しておくよ。え、配信者の方がいいじゃんって絶対なるよ。特に、キッズどもに人気出るんじゃなくてね、なんかね、おっさんたちに人気出ると思うよ。俺もやってみようかな、みたいな。結構相談受けるもん。俺も配信者やってみようと思うんだけど、どう？みたいな。それと野田はなんでふわっち向いてないんですか？野田総理、今日のさ、昼間さ、6種類にカテゴリー分けしたでしょ。で、あそこのキャラクターものっていうかさ、キャラ系って書いた人覚えてる？横山みどりとか野田とか。あのキャラ系っていうのはふわっち向かないんですよ。キャラもの嫌いだから。
ちなみにキャスもね、キャラものは受けないんですよ。キャラもの受けるのはニコ生だけなんで、相性が悪い。月に600万とか700万稼げるとか世の中が許すと思えないんだよな。なんか規制入りそう。規制入ることはないっすね。ないです。っていうのも、ないですね。規制をかけられない。なんでかっていうと、政治家が民事の、その、やり取りに対して規制をかけるときって、会社に対してダメージがあるわけじゃないですか。だから、ニコ生とかキャスとか、フワッチに対して締め付けるっていうやり方が普通なのね。で、なんでそれがないかっていうかっていうと、それで損をする人が一人もいないっていうこと。おお、ロクちゃん久しぶり。みんながね、配信したくなるとは思わない。ただ、配信したくないって言ってた層が、俺もやってみようかなっていうのに変わりつつあるっていうのが俺の感覚だね。チャンネル3ヶ月半に変わった。ああ、もうじゃあ、フワッチ確定だな。3ヶ月間フワッチでやってて、向こうをメインに戻すっていうのは難しくなるから、3ヶ月間についたらこっちの勝ちだよ。フワッチ、専属でやるだろうね。そう、そういうこと、そういうこと。規制が入るんだったら、とっくにヒカキンは入ってるっていうのはね、正しい判断。そう。要は、そうあったらいいなっていうね、ファクターが入っちゃうんだよ。自分の思いが入っちゃうの。そう、資本主義だから。そう、正解。マキルさんが正解。資本主義が何なのかっていうのを理解するとわかる、そこは。でも、よっさん、野田は、緑が放送すると、かそるよね。でもっていうか、俺そこ否定してないぞ。みどりさんはすげえ力あるよ。不正がない限りいくら稼ごうか自由。その通り、その通り。その通りです。クリームソーダさん、こんばんは。そうなんだよ。資本主義が何なのかっていうのを理解すると、規制かけられる対象とかけられない対象が分かるんだよ。アメスピのね、黄色じゃなくて緑っすね。これです。これです。フワッチ前アップルで規制入ったけど、あれはもう解決したんかな。俺その時タイミング知らねえな。なんでかかったんだろう。多分ね、別件だと思うよ。アップル厳しいから、アプリ。ニコ生も永久にしてリスナーに逃げられるのを見て変えてきた。永久にしてリスナーに逃げられるのを見て変えてきた。何の話だ。課金できなくなった。あ、そうなの。でもまあ、今課金のシステムあるから大丈夫だと思うけどね。今できるでしょ？全然できると思うよ。ていうかね、みんなに報告があります。今週1週間トレーニングサボり続けました。 今週1週間トレーニングサボり続けて、何にもトレーニングしてないです。もう完全に体休めました。明日多分ボッコボコにされます、僕、ドレさんに。明日の放送はボッコボコにされるんで期待しててください。1週間サボりました。っていうのも、体がもうやばかったの、最初の2日は。で、次の3日間はメンタルやられたの。で、もう本当動ける状態じゃなくて、放送もしなかったでしょ。多分ね、ボッコボコにされますよ。動画見るとポイントがもらえた。あ、多分それだね。多分そっちだと思うよ。よっさんチャンネル永久版にすると、よっさんについて、あ、そうだね。あ、そういうことか。それは、まあ、ニコ生の判断だからね。また筋肉壊る。ある FX 配信者が自分の教室と課金放送を誘導してました。方法。うまくふわっと使ってるんだなと思います。なるほど。でもまあ、それは正しいやり方だからね、ネットの。他サイトに逃げられるのは怖いっていうかね、もう遅いよ。はっきり言って、ニコ生はね、もう、殿様商売しすぎ。ニコ生にうんざりして、気づいたでしょ？500円払ってんのバカらしいっていうの気づいたじゃん。ただで見れるし、だってさ、みんなが500円払ってニコ生見てたやつがさ、だったらフワッチでさ、アイテム一発投げて半分取ってもらった方が嬉しくない？ただで見れて、配信者に半分渡した方が良くない？ 500 円。そっちの方がいいでしょ？配信者もいいし、リスナーがいいんだよ。じゃあなんでニコ生それやらないで、上から目線でバンバンバンとかしてたかっていうとさ、放置してたからじゃん。ルールを作らなかったからじゃん。ダメだよ。お酒飲んだのはね、お酒断ったんだけど、その人に、いや、和道と飲みたいんだよねって言われて、まあ、この人だったら全然大丈夫だなと思ったから、飲みましょうって言って。でも別に酒10杯ぐらい飲んだけど、こんな感じだよ。別にお酒また飲もうとは思わないし、とりあえず、まあ、祝いの席だと思ったんで、その人は、もう本当に FC2 とか赤坂で店やってた頃からずっと応援してくれてた人だから、もう本当に会いたかった人なのね。
だからこの人の酒断ったら男じゃないなと思ったから。あ、まあ月額会員なのは別に構わないんだけど、明日ドレさんにボッコボコにされるだろうね。ただ、ずーっとトレーニング漬けの日々だったから、逆に1週間体を休ませてるから、その体力的には温存できてるわけよ。で、正直言うと体動くんだよ今。だから明日どういう体が反応するのかっていうのは楽しみだね。飲んでも変わらないでしょ。そうそう。だから別に酒がなくても楽しいんだよ俺は。トレーニングしてないとか、明日の試合に保険かけたらダメだよ。明日試合じゃないですよ、ドクロさん。明日練習練習。いや、全力でやるよ、もちろん。ただ、ボコボコにされると思うよ。俺も本気でやるし。保険はかけてない、全然。正直に言ってるだけよ。サボっちゃったって。ドワンゴの中でニコ生重要視されてなくて、窓際族が集まってるような職場らしい。まあ、そりゃそうだろうね。っていうか、まあ、ドワンゴっつっても角川だもんね、資本が。しょうがないよ、これは。これは正直、しょうがないことだと思ってる。あ、でも、キックのレガース届いたよ。レガース届いた。なんか格闘グッズがすごいんだよね、部屋の中。スネ当てが届いたよ。みんな見てる感じ、タイムラグ結構ある感じ。どう？なんかね、配信タイムラグが30秒ぐらいあるから、変えたい、ワードを、画質下げてって言われてたんだけど、ちょっとテストします。5秒後に手を上げてください。5、4、3、2、1。手上げお願いします。1、2、3、4、5、6。6秒。いいね、いいね。大丈夫だ、6秒ラグだ。大丈夫、大丈夫。ありがとう。要はうまくいった。俺のね、その新しいシステムの調整がうまくいってなかったんだよ。よかった、よかった。通常配信だね。画質はどう？綺麗。画質はね、ちょっと下げたんですよ。画質は。音と画質どうかな？問題なかったらこの設定メインでいこうかな。問題なかったらこれでいきます、僕は。OK そうだね。よかった、よかった。画質まあまあ問題ない。見れるんだったらそれでいいよ、俺は。みんなが問題ないって言うならそれでいい。綺麗。じゃあこれでいくわ、設定。調整に手間取ったんだよね。綺麗。メダカさんありがとう。今日2500人ぐらい集まってたよ。何回も和道のコメントがループ？ラグはね、みんなのネット環境によって全然違うよ。3分で1200人は神業だよね。あ、予算はね、枠切るタイミングが遅すぎ。あれはね、15分前に切らないダメなの。あれはね、タイミング悪いと思った。あれはね、負けです。なんか今日取るんじゃん。今日取ると思うよ、予算は。予算番にはなってないね。鮫島さんどういうこと？何回も和道のコメントがループするってどういうこと？なんだろう、和道コメントがループって何の話だろう。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、顔なしさんフォローありがとう。
俺だけ？どういうことだろう。特になんか設定いじったりとかしてないけどな。特にこっちは問題ないよ。5回ループ？なんだろうね。1回ログイン、ログアウトしたらいいかもしれないね。1回。3ヶ月半。戻るのかな？どうなんだろう？俺はふわっち着くと思ってるけどね。ふわっちやり続けるでしょ？だってふわっち稼げるし、リスナーさんの質いいし、問題何もないんだもん。正直いいですよ。ふわっちでやらない方がおかしいと思ってるよ。ふわっちでいいじゃん。だって稼げる、コメントは来る、荒れない、完璧なサイトだと思うよ。キャスのいいところとニコ生のいいところと FC2 のいいところって、今ある配信サイトのいいところを全部集大成っていうか、全部完成させたのが俺ふわっちだと思ってて、それ以外にいいサイトないもんね。まあどうだろうね。まあ結局選ぶのは配信者だからね。うん。2ヶ月連続だからまたバンになる可能性ある。やらないでしょ。っていうかあれだよ。チャンネル会員とかじゃ儲からないよ。うん。ふわっち嵐みたいなのたまーに来るぐらいかな。でもニコ生が 99% 荒れてる状態だとしたら、ふわっちってほんと 1% も荒れないから楽だよ。ブロック入れればいいんだもん。荒らす人はブロックしたらもう二度と見れないからさ。コメント打てないから。ふわっちは配信者の墓場って言ってた。だからまあイメージで語ってるだけなんでしょ。やってみたらいいじゃんってなったわけでしょ。絶対思ってるよ。えって。たった1時間で7万円稼げたのとか思ってるはずだから。稼げるところに来ますよ、人間は。俺だってそうだったもん。ふわっちってあれだろみたいな。誰もいないサイトだろって思ってたけど、やってみたら、今みたいに閲覧200人とか安定したし、え、めっちゃいいじゃんみたいな。荒れないし稼げるし、こんないいサイト待ってたわみたいな。新しいフォロワーさん、なんて読むんだこれ。なんだろう。常そうの種馬さん、フォローありがとう。ふわっち天国だよ。いや、あのね、ふわっちで稼げるのって、そんなに難しくないんだよ。当たり前のことを当たり前にやってたら、ふわっちって稼げるんだよ。食っていけるんだよ。だけど変にニコ生のノリでリスナーさんを煽ったりとか、煽り芸とか嫌われ芸とか炎上芸とかやるから稼げないだけだよ。ちゃんとファン作っていったら稼げますよ。アフリカとは絶対違う。もうキャズム超えてる。大丈夫ネクさん。それはね、あんまり見てないからだと思うよ。ふわっちついてたらどれだけ盛り上がってるかわかるよ。1ヶ月この運営って5000万ぐらい儲かってんだよ。1ヶ月だよ。1ヶ月5000万儲かってるサイトが潰れるとかありえないよ。1ヶ月5000万もいかないかな。どれくらいだろう。3000万ぐらいかな。でもとりあえず赤字になってるっていうことはありえない。ふわっちが先行投資にめっちゃ成功してる事例だと思うよ。これからまだまだいきますよ。新しいフォロワーさん、瀬戸際さん、バラさん、フォローありがとう。初見さんいらっしゃい。岡谷さん、コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。ワドです。でもね、配信で稼げるようにしなかったのが配信界のダメなところ、配信サイトのダメなところだよ。 Google がなんででかくなったのかって、コンテンツホルダーが稼げたからだもん。要は稼げる人間が生まれないってことは、産業がでかくならないっていうことだから、資本主義の原理だと。要はボランティアって流行らないでしょ。サーバー代が高い。まあサーバー代は結構一番コストかさむのは生放送サイトだろうね。
天城風って非課金でしょ、非課税でしょ、この先どうなるんだろうか。いや多分税金かかるようにするんじゃないかな。無理だと思うよ。会社の社長って手前にこのままにとどまる気がする。俺はそれはないと思ってるね。あのもしあるとしたら、その裏側の人と揉めるかどうかだと思う。要はその会社を登記してくれてるオーナーさん、要はスポンサーさんとの兼ね合いがあるんだと思う。でも稼げるサイトに行きたいっていうのが本能だからさ、俺だったらふわっちやりたがるはずだと思うよ。3ヶ月前聞いた聞いた、ヒロリーさんかな、ヒロリーさんいらっしゃい。笑う金太郎さん、でも猫虐待はな、引くわ。猫虐待は絶対ダメだよね。体でかくなった、俺でかくなった、まあ食ってるからな、食って運動してるからな、だから太ることも痩せることも簡単だよって言ってるじゃん。天城使った時点で、課税申告しないといけないはず。最近変わったよね、使った時点で課税だよね。脱税スキームがなくなったんだよね。いや、みどりさん来ないよ、みどりさん来ない。染島さんの設定がおかしいのかもしれないね、ちょっと、ちょっとわかんないわ。大きくなったかな。今ね体重80キロなんですよ。テルチャンピンとあのまあ簡単に言うと便所太郎さんが格闘技イベントを6月にやるんですよ。でその選手なんですね僕。ちょっと告知しようか。便所太郎さんがイベントをやります。でですね、このイベントで僕選手として出ます。台本なしのガチンコの殴り合いです。6月10日、新木場ファーストリングで、金梅さんとかも出るよ。金梅さん、石川紀之、桃襟、ナーボー、新八丁、まあ豪華メンバーですね。ちょっとニコ生勢は、元ニコ生っていうと俺とか金梅さんとかかもしれないけど、便所太郎さんの主催のイベントやるんで、もしよかったら見に来てください。タイマンバトル、包丁なし、バールなし、ピッケルなし、チェーンソーなしでやろうと思ってますんで。僕のルールは3ラウンド3分のキックボクシングルールです。ぜひ新競馬ファーストリング来たら声かけてください。3倍目光るフワッチ番、マジで、なんで、なんで、なんで、嘘、なんで番になったの、知らないんだけど、それ何やったの。ふわっちバン、ふわっちって基準結構あれなんだけどな、甘いはずなんだけどな。何なんだろう、なんかやったのかな。設定がうまくいかないな。お、カズレーザーさんいらっしゃい。ドレさん体調良くなったらしいから今日から配信するか。ああ、よかった、待ってました。モモナナと誰は、モモナナは新曲歌いますね。誰とも戦わないです。モモナナさんは新曲を歌いに行きます。佐藤一郎さんフォローありがとう。瀬戸際さんフォローありがとう。ふわっちもまだお試し期間、まあ、これからのサイトだからね。だってさ、みんなツイキャスって3年ぐらい前にできたサイトだと思ってる人いるけど、ツイキャスって実は歴史古くて7年間かかってんだよ、今のポジションに行くまで。サイト立ち上げたから多分7周年か8周年なの。ふわっちってまだ1年目だよ。1年目で予算、春日、金馬へ、和道、関慎吾、アイラ、あと誰いる、うなちゃんマン、ノエル、ホープさんってすごいいるんだよ今。どう考えても今一番熱いのフワッチだと思わない？ニコ生勢からもキャス勢からも来てんだよ。いじってないのに治ったらバグだね、でしょ。運営がどう動くかっていうか、ここの運営めちゃめちゃ賢いよ。フワッチ運営はみんな20代、っていうかフワッチの会社は俺知ってるんだ、どこにあるかとか全部で。社員の名簿とか見たけど、めちゃめちゃ若いベンチャー企業だよ。超だからフレキシブルっていうか、超神対応ですよ。ここの会社めちゃめちゃいいですよ、本気ですよ。新八丁、新八丁もそうだね。元ニコ生でキャスでも大手で、ふわっちは激アツだよ今。3倍目ヒカルもやってるしね。よいしょ。あ
と、ふわっちのいいところっていうのは、ザッピングされないところ。要は、ニコ生とかキャスとかだと、あっち行ったりこっち行ったりするから、閲覧の上下が激しいんだけど、ふわっちってやればやるほど居続けてくれるんですよ。要は、もうお気に入りの配信者、この人って言って、配信者が少ないから、この時間帯でやってる人だったら、この人ずっと見よう、この人ずっと見ようって、ずーっと留まってくれるの。これがでかい。要は配信者の人数とリスナーさんの人数のバランスがめちゃめちゃ取れてんの。要はキャスは配信者が多すぎるので、ニコ生はもうなんかグダグダすぎるっていうか、この配信者、要はリスナーさんが20人に対して配信者が1人ぐらいのバランスがめちゃめちゃいい。和道は除外って何？何？ちょっと待って待って待って、に和道は除外って何？除外って何の話？中抜きが 50% って言うけど、その 50% で運営とかちゃんと動いてるからめちゃめちゃいいよ。俺文句全然ない。ふわっちが 50% 取るのは全然綺麗だと思う。むしろ 50-50 の関係ですごいいいよ。だから運営も上から目線で来ないし、要は 50% 誰かをバンにしたら 50% の取り分なくなるわけじゃん。だから運営もすごい慎重に判断するの。この人をバンにすると、要は売り上げ下がるなっていう、ウィンウィンの関係なんだよね。何してたの？俺、何してたかな？普通に家に寝てたかな？まさまさまささんいらっしゃい。俺は全然いいと思うよ。だってさ、ニコ生に500円払うぐらいだったら、ねえ、運営に250円、和道に250円払った方が良くない？そこなんだよ、ただ。俺全然綺麗なスキームだと思うよ。だって運営、このふわっちっていう会社が維持されないと俺ら活動できないんだもん。全然いいと思うよ。1000円の内訳、500円配信者、アップル300円、ふわっち200円。この、そうそうそう。運営が半分って言ってるけれども、アップルとかそっち側に取られるんだよ。そう。配信者にめちゃめちゃ払ってるんだよ。だってニコ生って、ニコ生のチャンネルだってもっと取られてるからね。50% もらえないからね。だからね、なんか半分取られるっていう発想がおかしいんだよ。半分取られるんじゃないんだよ。持ちつ持たれつだから、ビジネスって。で、運営、ここの運営はしっかりしてますよ。だって俺、夜中に DM 送っても5分後とかに返ってくるよ。長文で。ふわっちが、運営にメール送って、全部その日に返ってくるの。で、長文で。で、ちょっとシステム改善したいから、こういう情報くださいとか、使ってる機種は何ですかって、全部貪欲だよ。で、これはこの機種のバグでしたと。これタッチパネル付きのパソコンなんだけど、この場合、このタッチパネルに対応してませんでした、すいませんでしたとか、毎回メールしっかり来るよ。アップルはね、アップルはもう天下のアップルですから。まあまあまあ、それはしょうがないでしょ。でも俺別にスティーブ・ジョブズ好きだし。一番良くないのは、誰も金払わないっていうことはみんな負けるんだよ。金が生まれなかったらビジネスにならないし、やる気が出ないんだよ。だから稼げるやつが出てくるっていうのは俺はいいことだと思ってるよ。現金もらえるんですか？もらえますよ。もらえるもらえる。俺これで飯食ってるんだもん。今のふわっちのバランス良すぎてリスナーが増えて配信者と会話ができなくなったら悲しいな。いやいや、そんなことない。ニコ生の方がコメント多いから。キャストふわっちはね、コメント少ない。絶対さばける。絶対さばける。っていうかね、配信者は、コメントさばくのプロだから。そこはね、大丈夫ですよ。俺だって全部のコメントさばいてるでしょ。アクティブ200でも。仕事いつ辞めるの？ 3 月末。3月末確定。もうオーナーさんと挨拶した、会社の。で、会社続けるか話し合ったんだけど、その会社のオーナーが今世界旅行行ってるのね。要はその旅人みたいなことやってるんだけど、そういう自由な会社なのよ。なんつうんだろう。俺がやりたいスタイルの地で行ってる感じの。で、その人と40分ぐらい喋ったんだけど、
もう配信っていうのがどういうこととか全部見せて、ふわっちの生放送とか見せて、これで稼いでますってやって、えーっつって、こんな時代なんだみたいな感じで、その人ネットあんま詳しくないから、こう会社の 席で、あ、この人関慎吾って言って FX で稼いでるってとか説明して、これで雑談でやってるんだっつって、そうですって言って、でその時に言われたのが、会社に残るっていう手もあるけど、こう言われたの、島津くんさって、君は自由になりたくて会社辞めるんだよねって。で、君はやっと手に入れたチャンスをつかむわけじゃんって。なんで会社に残るっていう足かせをつけるのって。これ、会社にもし失敗したら会社に戻ってくるのは俺らはウェルカムだよって。もし自分の夢とかある人じゃん、あなたって。で、その自分に足かせをつけるようなことって夢から逃げてるよって言われたの。だから、本当に君のやりたいことができるチャンスがあるんだったら、会社をすっぱり辞めて、そこに集中すべきなんじゃないのって。すごくない？俺、これ結構感動したんだよ。で、俺らは戻ってきてほしいし、すごい優秀だっていうの聞いてるから、一緒にやりたいけど、もし羽ばたくんだったらちゃんとやらないとダメだよって言われたの。俺、これかっこいいなと思ったよ。オーナーさんめちゃめちゃかっこいいと思って。辞めるときは辞めるって、めちゃめちゃいい会社でしょ。あ、懐かしいね、かわやん、ありがとう。これからはっていうか、俺ずっとふわっち一本。もう半年ぐらいふわっち一本でやってるよ、俺は。このサイトがめちゃめちゃ好き。俺はこのサイトを盛り上げたいと思ってるね。アップルとふわっちの取り分とか消費者としては正直どうでもいい。配信者に50%しかいかない。あー、でもわかるよ、言いたいこと。もっと上げろよってことでしょ。そこはね、もうまあ、俺は文句はないかな。兼業はきついですか？いや、俺はね、兼業きついじゃなくて、悔しいの。昼間に便所太郎さんの枠とか、昼休憩とかで見てると悔しいのよ。だって配信好きなんじゃん。だって俺もやりたいじゃん。だけど、昼間、職場で配信できないから悔しくて悔しくて。それはあったよ。あと、寝る時間とか、やっぱ人間で24時間平等なんだよ。これをどう使うかが人生なんだよ。で、配信にもっともっとね、この時このタイミングで動きたいっていう時に動けなかったりするから、それ何回か今日は配信やりたいなと思ったことはいっぱいあるよ。きついとかじゃないね。やりたいのにできなくしちゃってる自分が歯がゆいっていう時はある。ただ俺は今の会社すごい好きだから、この会社に勤めてよかったなと思ってるし、お世話になったなっていうのは正直あるね。本当に親身になって考えてくれてるから。3月8日、販売メヒカルふわちばんになった。へえ、斎藤さんアプリで瀬戸際どい放送してた。どういうこと？ちょっとわかんないわ。なんでばんになったんだろう。確かにそういえば最近見ないね、ふわっちで。正社員とか向いてない。俺は正社員とか、ちゃんと勤められる人のことを、仇って呼んでるのね。それ、ヤクザ的な意味じゃなくて、ヤクザが使う仇って本当はそういう意味なんだけど、要は、仇じゃないっていうのはアウトローって意味じゃないのよ。要は、フーテンって言うんだけど、ヒッピーみたいな生き方？要は、ろくでなしちゃうね。要は、俺はアウトローではないけど、無法者ではないけれども、要は、朝ちゃんと起きるとか、決まった時間に約束守るとか、言われたことをちゃんとこなすっていうサラリーマン業が向いてないと思った。で、サラリーマンの人をディスるわけじゃなくて、それは素晴らしい才能だと思うの。ただ俺はできないと思った。だから自分のできることをやろうと思ってる。際どい女の子使ってエロいやつでやった。ああ、それは危ないね。それはバンでしょ。しょうがないよ。だから、なんつうんだろう。俺は幸せの形っていろいろあると思ってるの。だから、職業に悪いとかいいとかはなくて、社会の役に立ったりとか、お給料もらえる時点で、お金が発生する時点で、誰かの喜びを作ってるわけだから、違法なことはダメだよ。だけど、やっぱ、定時に起きれないとか、なんつうんだろう。人から何かを言われるのが苦手とか、自分で行動したいタイプだから、まあ自営業しかないだろうなっていうのが俺の考え方。で、配信は正直いいなって思ってる。これで飯食えたら最高の人生だなと思ってるから、俺は今ここに集中したいね。自分の人生を。配信がなくなるかもしれないし、廃れていくかもしれないけど、歯車の一部として頑張っていきたいなとは思ってる。最近は正社員で働くより派遣社員との副業が多いみたいですね。まあね。じゃないと食ってけないでしょ。副業やってる人かなり多いと思うよ。よしさんいらっしゃい。おひさ、楽しんでて。そういうもんだよ。
でもまあ、それはね、時代時代の流れだから、特にさ、配信で飯食っていくとか、YouTube で飯食っていくってさ、最近じゃん。ここ最近生まれた文化だから、ルールがあまり明確じゃないんだよ。新しい文化だから。銀猫さん、お菓子ありがとう。銀猫さん、いつもありがとうね。お菓子ありがとう。うん。そう。だから、この新しい文化っていうのは、新しいルールを作っていく側になりたいから。だから楽しいよ。うん。だから、うなちゃんマンとか、この業界の立役者だと思ってるから、功労者っていうか、長井先生とかね。あの人たちには敬意があるし。うん。まあ、関慎吾とかもそうだけど。だけど、俺もさ、最初は新人扱いだったのよ。3年前とかは。でも、だんだん認めていってもらえるのよ。何事も。3年前なんか、みそかそだったよ、俺。うん。和道って誰だよ、とか。和道とか言われて。おい、誰だよ、この野郎とか言って。知らねえよ、この野郎。おい、誰だよ。和道？ああ、バカかよ、なんだよ。って言われてたよ。何電話してきてんだよ、この野郎。おい。うん。いや、ちゃんまんのモノマネしてんだよ。うん。そう。みそかそに言われてたよ。うん。でもさ、やっぱり努力してる人間とかさ、ちゃんと積み重ねてったらさ、あ、いいじゃんって言ってくれんだよ。中には。嫌われてもいるけど、あ、和道、頑張ってるなって言って評価してもらえるよ。頑張ったら。うん。やっぱね、頑張ってるやつはね、みんな大好きだよ。どんな人間も。努力をしてる人間を嫌いっていう人間はいないですよ。え？和道誰だよって最初思った。まあそうだよね。でも、まあ、中堅どころにはなれたんじゃないの？配信、ね、今月厳しいんだわ。先月までは、本当、どれくらいかな？ちょっと見てみようか、売り上げ。売り上げがね、11月から始めて、11月が18万8000円、12月が16万5000円、で、1月が20万、で、2月が25万だったの。今月20万いくかなっていう感じかな。アイテムありがとう、助かります。もしよかったらアイテム、風船とかアイテム投げてもらえると、ありがたいっす。俺の配信は癖になる。あ、嬉しいっすね。ありがとう。本当にね、風船1個で1円だろうって思ってもね、1円1個が1万人がくれたらさ、1万回もらったら1万円になるじゃん。本当に大事だからさ、風船10個ありがとう。ワイワイさんありがとう。本当にね、バカにできないっすよ。1円に笑うやつは1円に泣くんだよ。こういうね、みんなのそれぞれのお小遣い程度でいいから、ワードチップっていう感じで投げてもらえると本当ありがたい。ありがとうございます、アズシさん。うん。高額アイテムじゃなくていいの、本当に。ちょっと気持ちみたいな感じ。ちょっと気持ちだけ。うん。これがちょっと足しになったら嬉しいなぐらいで、本当助かります。うん。ありがとう、ロクちゃん。キュー太郎、ありがとう。ワイワイさん、ありがとう。ハート、助かります。うん、頑張ります。そうそう、ふわっちはね、延長するのもお金50円払ってるから、配信者の負担なのね。だから、もし、仮想生主とかで面白い子いたら、50円延長にかかってるんだなっていうふうに。おい、贅沢微糖さんから花火いただきました。ありがとうございます。本日一発目です。ありがとう。あ、本日3発目だ、ごめん。花火2個、ありがとうございます。贅沢微糖さんから花火いただきました。ありがとう。合計6発だから。はい、贅沢美藤さん、花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。34か。ありがとうございます。よし、じゃあ行くか。6だから、6636回行きます。贅沢美藤さん、花火ありがとう。贅沢美藤さん、ありがとう。60回か。美藤さん、すごいね。絶対アイテム買わねえっつってたのに。 嬉しいな。ありがとう。じゃあ60回いきます。よいしょ。風船ありがとう、ぬこ。ありがとう、ロクちゃん、ありがとう。うん。
花火投げてたら 50% はボラれてる感出てくる。だ、まあいいじゃん、全然ボラれたもん。え、嘘、聖の喜びおじさん死んだの。風船10個ありがとう。天城府、いや天城府はもらってないかな最近。行きます。花火10発もらったんで60回ダンベルあげます。行きます。贅沢美藤さんありがとう。行きます。え、マジでなくなったの？なんで？なんで？嘘。ありがとうゆかりん。え、そこでどこ情報？よし。マジで言ってんの？病気？あとで検索してみる。TBS 情報、マジじゃん。それ絶対本当でしょ。何、喧嘩かなんか、病気なんだろうね。もう20回いきます。ダンベル重いな、ダンベルが増量してるからめちゃめちゃ重たい。いきます。ついてきた。筋肉はそんなに落ちてないと思うよ。ダンベルのね、量重たくなってるんですよ。乗り物内で取り押さえられて死亡。え、マジで言ってんの？マジ？何取り押さえって。え、ちょっとこれダンベル終わったら調べるわ今。え？マジか。アンチクロクロ久しぶり。元気だった？行きます。超久々じゃない？上がんねえ。上がんねえ。あと10回か。やべえな、ちょっと運動不足だな。ツイッターではおじさんかとなってた。おー、まあでも TBS が報道してるってことは多分本当なんだろうな。あと10回。ちょっと待ってね。ちょっと待って。腕太くなったよな。腕太くなったよね。これも塵も積もればだよ。いきます。10回。ありがとうございます。よいしょ。きついわこれ。よいしょ。ういえ、よいしょ。聖の喜びおじさんで検索すればいいの。聖 you
接触したらノエルと野田だから野田情報雑誌減らってなければ。あ、本当だ、死亡って書いてある。車内で暴れ駅員に取り押さえつけられ死亡。マジで。ああ。これ本当なの？2チャンネルにもなってるね。車内で暴れてっていうところはリアルだよね。あの人何回か駅でやらかしてるから暴れた可能性はあるよね。マジかな。でもなんかツイッターの情報だからね。これ本当なの？いや、俺ネタっぽい感じがするな。これはなんか売名っぽいね。死んでないでしょ。いや大丈夫だと思うよ。大野ちゃんフォローありがとう。かわやんさんフォローありがとう。大丈夫だよ、死んでないって。大丈夫大丈夫。でも死んだらやだな。人間ってでも簡単に死ぬかな、悲しいことに。あの人暴れそう。いや、めちゃめちゃ暴れてるよ。めちゃめちゃ暴れてるよ、生の喜びおじさん。改札くぐるときにバーンって改札蹴ったりとか、暴れてるの有名だよ、結構。ちょっとね、ツイッターの情報だけだから、まだ微妙かな、これは。なんか炎上芸にしか見えないかな。なんか信憑性がちょっと薄い。病名が脳梗塞か心筋梗塞なら信憑性がある。いや、そのニュースの元になってるのがツイッターなんだよ、これ。うわ、生の喜びおじさん死んじゃったよみたいな書き方されてるから、ちょっと微妙だなみたいな。これ本当かみたいな。ちょっと微妙。ノエルは自宅を知ってて押しかけてる。でも明日行くんでしょ、多分生きてると思うよ。ノエルつながりあるんだ、すごいね。それはすごいわ。ネスカフェマシンある、申し込んだけど美味しいですかね。ネスカフェアンバサダーじゃないでしょこれ。バリスタだよこれ。バリスタですこれ。インスタントコーヒーだよ。石にきはまだ生きてるらしいよね。石にきはまだ確か生きてるっていう目撃情報あったよ。体でかいのは取り押さえたくない、ぽっくりから。いやー、なんか誰かが死ぬニュースとか悲しいから嫌だよね。
俺は嫌だ。なんか、まあ人間死ぬからいつか、あれだけど、誰かが死ぬニュースはあんま嫌だな。悲しくなるね。まあしょうがないことなんだろうけど。嫌だよね。悲しいよね。いい死に方してもらいたいよね。どんな人にも。死に方は選べないけどさ、なんかいい死に方してもらいたい。みんなに。バリスタだね、これは。リスナーさんからのプレゼント。明日トレーニングか。体ゆっくりほぐしとこう、今日。風呂に入って、ストレッチ入念にやっとこう。俺、部屋全然おしゃれじゃないよ。全然全然。でも今日このバッグ女の子に可愛いって言われて嬉しかったな。なんかリスナーにはランドセルかよってバカにされたんだけど。これお気に入りのバッグで一生もので結構高いんだけど買ったのね。もう一生使おうと思って。20年間使えるって有名なバッグなんですよ。本革製で。1週間トレーニングしサボったね。フィジカルとメンタルやられちゃって。最初の2日間はね。香川さんより集めてる。たまたまでしょ。たまたまだと思うよ。香川さんの実力知ってるから。これね、渋谷のヘルツって言って、全部手作りなんですよ。日本に工場があって。かわいいよね。そうで、オーダーメイドで、そう、一点一点作ってくれるの。世界に1個しかないバッグ、このデザイン。これ結構ね、評判良かった。お、女子受けがいいんだよね。かわいい、このバッグって。これで6万ぐらいかな。これで6万ぐらい。5、6万？ 6 万ぐらいだよ。これで。ヘルツのバッグおすすめですよ。物がいい。でもさ、なんか、その、ブランドのハイブランドのバッグ買うのそんな変わんないから。これいいっすよね。作りがしっかりしてるっていうか。だからまあ一生もの、本当にもう一生使い続けるんなら、まあ6万円でも安いかと思って。肩掛け、要はこれ2ウェイ、3ウェイって言って、手で持つのと、こうやって肩にこうやって引っ掛けるタイプ、こういう風にできるのと、あとリュックサックみたいにできるの。その選べるの。この革ストラップを外せばリュックサックにもできるし、肩にもかけられるし、手持ちにもなるっていう、そういうバッグだね。今までランドセルみたいに肩にかけてたんだけど、今はこっちにしてる。横に。部屋、いや、汚いから嫌だな。部屋狭いし。別にワンルームの小さい部屋だよ。今超散らかってる。最近トレーニングばっかりだもんね。シャカちゃんはおねんねしてます。5ね、安いよね。5万で20年持つだもんね。シャカちゃん寝てるね。あ、今起きてるね。昼間です。シャカは寝、シャカ起きてるよ。最近全然こいつ触ってないよ。俺のレスポール。音出るかな？大丈夫かな？試しに弾いてみようか。聞こえるよ、音。サブさんいらっしゃい。音聞こえる？ブランドもの。ブランドっていうか、そのオリジナルブランドでもう30年間バッグ一筋でやってる店なの。OK。最近全然弾いてなかったよ。ネックが曲がってるな。弦張りっぱだから。ちょっと待って。チューナー出す。
今すごいよね。ギターのチューニングも全部アプリでできる時代だからね。聞こえる？おやすみ。アイテムたくさんありがとうね。おやすみ。下手になってるな。下手になってるな。やべえな、これ。やばいね。合ってるか、これ。下手になってるね。ダメだわ、ひどいわ。 これはひどい。ダメだね、やっぱ常に弾いてないと楽器も何事も下手になりますね。ちょっと久々に弾いてみたけどダメだった。もともと上手くないけど余計下手になってる。
最近トレーニングばっかりやってたからな、しょうがねえよな。じゃあ皆さんお疲れ様です。今日の放送終わりにします。明日の放送はドレ深夜食堂さんとまたコラボするんで、明日はボコボコにされると思います。みんなお疲れ、おやすみなさい、おやすみなさい、お疲れ様です。おつおつ、青じい、お疲れ、お疲れ、みんなありがとね、お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。